クイズ族7人集まって共通テストを解いたら満点が。はい、どうもクイズ研修の伊沢です。桜です。エレです。ナイスガイ菅井です。東郷です。モンです。ズイです。クイズ族検証、クイズ族7人集まれば大学入学共通テストを満点取れるのか。この季節がやってまいりました。はい、全員で共通テストの満点を目指す企画ですね。はい、はい、過去2回やってまして2回とも満点取れず。あらダメだな。今日こそは満点をね取ってほしいなと思ってます。取りますよ。はい、鶴崎さんが初参加ですね。こんにちは。数学やりに来ました。足りてんだよな。みんなできるんだから。聞いてよ、この人がずっと数学やりたいっていう。おかしいよね。文系2人しかいないんだよ。数学以外をやりたくない。おかしい。ということで今回も国語、英語、数学 1A、数学 2B の4科目と、物理、化学、生物、地学から2科目、日本史、世界史、倫理、政経、地理から2科目、これで合計8科目で2時間使って解いていただきたいと思います。2時間ね。選択科目あるんで、はい、どの科目にするか選んでもらえますか。理科は絶対物価ですか。そうね。そうだね。物理科ね。もうそうしよう。問題は社会なんだよ。社会ね。いや、地理世界。地理世界史は確定でしょうね。提案あるんですけど、毎年あまりにも数学が終わってません。ですね。そして数学って冠できないんですよ。これ数学をやるっていうのはいかがでしょう。確かに。じゃあこれを全員で分けて。分ける。全員で分ける。俺パス。俺パス。俺だって、あの、米子空港に行く道中で。ブートンに行く。違う違う。伊沢さん、数学0点で、なんで。どう見てもルート3じゃん、あそこ。ルート2って書いてない。怖いだろ。じゃあもう英語のリスニングやって。またかよ。数学解いてる間、みんな静かに。静かに。ああ、なるほどね。じゃあリスニング俺やるから、あとみんな6人で数学頑張る。もう今回のところに分けとく。2B の初めの方のやつ。まず 1A の最初のやつ。整数とかがいいな。じゃあまあ数列やるよ。やめとる。うん。逆がいいな。逆がいい。仕方ないな。人類終わったら速攻で地理やってくれ。地理はもっと他の人にできたりしない。世界史から始める。世界史から始めるか。で、ゴンとかは終わったら国語行ってよ。あ、じゃあ国語やります。国語も分割しようぜ。去年も分割したし。確かに。で、僕は数学終わったら物理行くでいいですか。うん、それはいいな。それはいいだろう。で、科学やる。科学やる。じゃあもう英語じゃん。英語か。英語しか残ってない。じゃあ世界史と英語やるのどっちがいいって話。地理です。全員2個目まで決まってる。ちゃんと2個目まで決まった。だからその何をやるか迷うことはないかもしれない。自信ないの共通のマーク決めとこう。三角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 。問題番号に三角ね。俺もリスニングより今回はね、あのノイズキャンセリングイヤホン。だいたい方針決まりましたかね。あ、英語とかで。ああ、全員裏返して、裏返さないと。あ、英語だ。これこれは、ナレッジ。まあまあまあ、今回はね、多めに見ましょう。やった。本来ダメですからね。では、参りましょう。よーい、スタート。なんかシュートに名前だけ。数二日第二問、これね。俺ビテキにするね。数二日第三問。これは終わってきます。続いて第2問もやります。やべえ。いや、ノイズキャンセリングじゃないか。確かに。で、じゃあ終わりです。物理入ってないのか。物理まだ入って、もうこの最後の1問をなんかね、誘導乗れてない感じでした。まあ、その先に任せよう。なんか多くなってるな。なんか多くなってると。というわけで物理いきます。無事に終わった。おお。4問だけいきます。現代文もらうから。はい。あの数学やってる人。これ終わった気がする。終わった気がするってある。え？次ページに続くって書いてある。次ページって。37ページがないの。37ページ。あ、いやいや、理解しました。37ってこれか。三角表の話か。7人ゆえの時間。いや、資料すぎる。はい。じゃあ、終わった。必要全部終わった。いや、あの、三角以外は。三角1個しかないけどね。意外とみんな解けたんだ、じゃあ。これ勇気めっちゃあるじゃん。菅井さんにと思ってたけど、そんな時間あるかな。怪しい。なんか、物理と分ける。それありだよ。え、力学得意だっけ。うん。お願いします。やばい。ことも全く読めず。変わろうか。あの、物語文渡そうか。
はい、やります。脳みそ。脳みそを一回リフレッシュ。あと1時間15分。英語がだって、読むから。英語読むの大変だから30分前には全部手配置するぐらいじゃないとやばい。県内、ムンバイ、カルカッタって全部イギリスの拠点ですよ。いや、フランス拠点もあるかも。コンディシェルとかシャンディル・ナゴルとか。あ、それか、シャンディル・ナゴルだから。カナダにおける洪水被害の主要な要因って何ですか？雪解け。圧縮空気がした仕事って何だっけ、公式あるって。空気がした仕事、機体がする仕事。PV。仕事って言われて、あ、世界中の業績の話かと思った。物理の仕事の話だった。PV の車線部分の三角の、多分菅井さんから。あ、それ間違ってる。シアトル、ロサンゼルス、ミネアポリス、マイアミのうちに、スペイン語使ってる。それは三角の理由は、シアトルと、ロスと、ミネアポリスとマイアミ。一番上じゃなさそうだのが分かってて、数字が定義できるから。はいはいはい。何が違うんですか？移りが終わった。うん、数学 1A2B、乗り終了。それさっき英語だ。英語誰も手つけてない。誰も手つけてない。主現象が起こした反乱って何ですか？ん？違うな。エイラクテが起こしたのは、これとこれじゃない？ゲス。世界史2週やったんですけど、4問だけ分かんないのあったんで、後で誰か見てください。分かる人。英語か英語、何かをもらいます。英語でしょうね。英語全然1から5が終わってないと思う。国語の国問題に自信がある人います。あるよ。いや、ちょっと自信ねえな。ヤニワニって即座にかな、半端にかな。その文章の雰囲気的には半端にくいんですよね。ヤニワニってやっぱ即座の意味もありそうな即座のイメージあるな、ね、語彙通りに行くのが、こういう時語彙通りに行く、こういう時語彙通りに行く方が高い勝率。雰囲気で解いてる人は落とすんですよ。てかさ、こんだけ読んで1問ってのが嫌なんだけど。そうですね、長いよね。世界史もクソで1問かよ。シリー終わりました。はい、残り30分です。残り量確認する。確認したいね。英語は4、5が全く手つかず。僕が英語今から行く。科学がもう終わる。これ世界史地図のチェックやるわ。国語は、ゴンが漢文やって。ゴンが漢文終わればって感じ。でも意外と見えてきたよ。見えてきた、見えてきた。うん、誰かリスニングやらない？もう30分だからスタートしないとやばい。確かに。余裕ないな、ちょっと。リスニングやりながら。ほっとくやるの？リスニングで。日本語でも吸収したさ。英語が余ってるのが4やればいいの？それ。世界史もらうわ。モル濃度を上げると電離度がどうなるってあったっけな。たまにそう、濃くても電離たくさんできないみたいな。違うっけ。そのシングルエゼロを通るってことだけ。最初終わり。国語終わり。科学も終わった。残り15分です。物理あるの？物理、はい。なみに英語のコマンって誰かまとめてます？誰もまとめてないです。はい、第5問終わり。やることなんてなった数学。はい、そしたらマークしてください。英語4終わったよ。ちなみに鶴崎数学で怪しいとこない？みんなの数学がどれどれを振り返りたいなと思ってる。英語僕の意味で、じゃあお願いします。英語の3終わりにました。リスニング終わり。まあ残り5分です。残り5分。皆さんもし暇あったら世界史見てくれた方がいいです。世界史ね。鶴崎さん、英語の6問で唐辛子のやつが最後ですか？唐辛子のやつが最後です。じゃあ全部やりました。まあ残り1分です。でも54g が密度 0.9。 最初まで解いてねえぞ。残り10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1。チェック大事だって。印を付け忘れてました。三角。気づいたからいいじゃん。三角を付け忘れて。英語とか全部入れたんですか？英語全部入れたよね。はい、終了。お疲れ様でした。いいよ、でも。なんと、時終わりました。なんと、快挙です、これ。快挙、初の。だって最後、みんな見直しの時間だったもん。そうね。では、採点しますので、少々お待ちください。お願いします。お願いします。結果発表！ついに来た。皆さん、自信はどうですか？終わってんだよ、だって。終わってんだよ。例年とは違うんだって。伊沢さんが最後10秒で塗ったやつが合ってれば満点です。満点です。それでは発表いたします。頼む。クイズ族7人集まって、共通テストを解いたら、満点が、取れませんでした。さすがに厳しい。
残念ながら満点は取れなかったんですけども、はい、じゃあ何点取れていたのかというと、ね、うん、そうです、はい、今まで1科目も満点取れてない。そうですね。そうだ。ではまずは英語のリーディングですね。おお、みんなが頑張ったやつやった人は、はい、リーディングで、はい、めっちゃ分割してる。すごいね、4人でやってた。英語のリーディング100点満点中100、100、100、83点。鶴崎満点なのに現役の頃、なんだ早速あれあれ、何これ、塗ってねえのあるぞ。鶴崎第6問塗ってないよ。第6問塗ってないんだけど、あれマークミスなら僕の責任だ。マークしたらどうですか。マークしたら44正解、45正解、92です。なんで分割して解く弊害出ちゃいました。実際ね、92点なんで。なんだ。続いては英語リスニングです。来た。ああ、来た。専業です。誰も手を出してない。英語リスニング100点満点中94点。うわー、すごい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 。ツーミスかやるね。いやでもこれで9割超えたよ。これすごい、これすごい。しかもだって1人で実動30分ちょいぐらいで、うん、94点叩き出す。最高率だいぶハイファイよ、かなりこれ。まあ、あの本番は別に区切られてない。ハイファイとかない。確かに。では続いてチリです。チリ、チリ、ボケが全部解いた。あー、三角をつけたのは伊沢さんに。そう、4問ぐらい。もうでも2年連続チリ係の門が、はい、これは快挙達成。頼むよ。チリの得点は満点、あれ100点満点中86点です。あー、9割以下高い。現役より高いね。現役86点だった。あ、ぴったり。あれ、ちょっと待って待って、4番は、あ、これ合ってるよ。3って書いてあるけど、4番になってんだよね。そうそうそう。マーク優先でしょ。マーク優先。そうそうそう。マーク優先。そりゃそうだね。マーク優先の原理。採点ミスということで、はい、まあ、マークの方をね、はいはい、採点し直して、うん、結果は、うん、90点。よっしゃ、90点。3問しかミスってないよ。すごいね。チリ9よりめちゃすごい。かなりすごい。本番よりいいわ、じゃあ。成長してる。そうね。去年よりも成長してるし、4年前よりも成長してる。続いての教科参りましょう。はい。世界史です。おお。犬。これやばいっす。これやばいっす。1人でやったの。まあ、ほぼ1人でやって、三角のやつは伊沢さんとか。そう。世界史、100点満点中、64点。うわおい、待ってくれよ。やりたくないって言ってた。うわ、最後の3問間違ってるわ。適当に塗ったやつ。最後適当に塗ったやつ間違ってるわ。なんか、修験賞のやつ相談してたんです。修験賞のやつ相談してたけど、五祖七国の乱で偉くて。あ、ごめんなさい、普通。それは俺あれ。でも、まあ、三角ついてるのは大体合ってるから、伊沢さんが直してくれたのは大体合ってる。でも、半分取れてよかったわ。なんで目立っちゃうの。それだけ違うね。ちょっと、6年ぶりにマジでやったから。続いては、物理です。おお、来た。1、3、4を僕がやりました。はい、うん、2を僕がやった。ああ、うん、物理の点数は100点満点中88点。あー、ないけど3ミスだね。福谷さん満点っぽいよ。すごい。今まで物理の方が取りやすくて科学苦戦してたから、今回ちょっと科学フリーだったもんね。そう、どっちかというと科学ご期待ください皆さん。そうだね。そうです。なるほどね。では続いての教科は科学行きましょう。はい。当社の目標とは僕が全部やることになってたんだけど、思ったよりむずい量があるってなって、1、2、3をやって4、5は丸ごと全部やった。おお。去年ね、63点でしたからね。おお。今年の世界史とほぼ同じだね。ここ取らないとやばい。100点満点中90点。おお、大回転。9番10番、あ、第2問だ。じゃあ僕の問題だね。3ミスか。3ミスなの。俺そんな合ってたの。フーさん1ミスしかしてないの。ゴンと菅井さんと3人で散々話したあの電離度の問題間違ってたね。あー、違うんですか。迷うってことはやっぱみんな分からんもん。難問ってことだよな。続いては国語です。いや、来た。国語は俺とゴンで半々かな。おお。国語は200点満点中200、200、193点。おお、すごい、めっちゃ強く。うわー、満点あった。これ伊沢
ほど。5個のうち3つ消してあと2個のどっち選ぶかで、そう5問1問も間違ってないってこと。確かに、すごい。5疑問題も両方あっててよかったね。コーヒーに忠実に工作する。あ、そうそうそう、文脈よりも。じゃ続いて 2-2B 参りましょう。 2-2B 取りたい人、 B 取りたい人、はい。あ、僕も 2-2B だ。はい。でも数学はだってさ、鶴崎スーパーバイズしたもんね、基本的には。いや、まあ自分の問題は見直さずに他の人の問題見ようとしたけど、数 1A の1問目で終わったから。2-2B 100点満点中97点。の7番、僕の男か。グラフの外径1点を通るわけじゃなくずれているらしい。失礼しました。急ぐと適当にやっちゃうところだ、ね、確かにね。しかも急範囲ではあんま出なかった出題の仕方だな、これ。失礼しました。うわ、惜しい。例年に比べるとだいぶいいよ、でも今年の作戦すごかったんだよ。今年作戦ハマってます、ね、ハマってる。次が最後、最後の教科は数 1A、ね、数 1A 解いた人、はい、あ、僕も解いたわ。いや、もうね、これちゃんってわけだね。来る、来るのか。分かんなくて三角みたいな。それはない。ないけど、ない。あの鶴崎さんにちょっと相談してたやつは。うんうん、おお、じゃあこれあるよ。あるあるある。あるあるある。あるあるよ。それでは得点を発表いたします。数 1A 100点満点中。100点。100点。100点。こちら、動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知の方もよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。もう見なくていい。ということで、はい、最終的な合計得点、お1000点満点中899点。これって言われるの、英語塗っとけば、英語塗ってると908点。英語はまあ実質9割。ということでね、今日はみんなで世界一周、世界一周。悔しすぎて、悔しすぎて。ということでね、みんなでね、共通テスト届いてきましたけど、こんな感じになりました。初の満点科目です。出た、すごい、よく頑張った。このまま広げていこう。満点の輪を広げていこう。ということで、皆さんもぜひね、このやり方参考にして、こんばんは、頑張ってください。何の参考にも。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのしきゅうさん。さよなら。受験生は大変だ、本当に。よく頑張って。